えー、皆様こんにちはマネック証券の松本でございます平素当社マネック証券をご愛用いただきまして誠にありがとうございます、えー、ウェブ画面上からで、えー、花形恐縮ですが御礼を申し上げます、えー、今日のですねえー、っとここだけトークは、えー、収録版になりますがえー、っとまずこうテーマにつきましていくつかあのアンケート調査をさせていただいておりまして。 そのテーマについてこう話してほしいというあの声の多かったものについて3つほどお話しさせていいただければと思いますでもう一つは皆様からいただいているご質問に対してお答えをしていくそれを後半に行いたいと思います。で合わせて1時間弱ぐらいのプログラムと考えておりますのでいただいているご質問の方は 全てはもしかしたら、えー、お答えできないかもしれませんが、えー、ご了承くくださいいよろしくお願いいたしますでまず最初のですねこうテーマについてちょっと話をするコーナーなんですけれども、えーまあ、いくつか、あのー、こんなこといかがでしょうかということで、えー、アンケート調査というかですねさせていただいたところ、まあ、ダントツで えまあお話をしてほしいというご要望が多かったのがインフレはやってくるのかということですね。これ投票された方の半分以上の方がこれをこの話を聞きたいということなので、まずそれからお話し,したいというふうに思います。インフレは来るかというよりはインフレはいつ来るかという状況ではないかというふうには思います。あ,あるいは 日本にもインフレは来るのかかとといいう問題かと思いますアメリカ等ではすでにインフレはもう来ているという状況でありまして人件費も随分上がっていますしあと物が随分足りないということでその例えばですね11月の終わりは感謝祭がありブラックフライデーとかいろいろ言いますけれども。 あの年末商戦がアメリカで始まるわけなんですけれども、まあ、それもですね普段の年はこう、えーまあ、年末にこうあのセールで安くして売るということなんですが今年は買いたいものは早く買わないともなくなってしまうというふうにまあ言われているんですね。まあ、そののくらいいい、えーまあ、まず一つはこの政府がろろなこうコロナの関係で お金がまああの民間にというかえ個人個人にもかなりお金があるということとで一方でその物の供給がですねえコロナの関係で生産がちょっとこうえ低くなったりとかでえ供給がちょっと少ないだけれどもお金はある。でしかもえコロナがまあ終わったわけではないんですけれども アメリカととかですと精神的には終わっっちゃったんですねアメリカは相変わらずそれなりの数の方が毎日亡くなられたりしているんですけれどもまあなんかもうロックダウンとかする気は全くない状況でしてでおもし面白いのはですねあの3発目の,あのブースターワクチンですねブースターワクチンもあの打つ気がないっていう人が,のがほとんどのようでもういいと。あの ウィズコロナっていいますけれどもまあこういう厄介な風なんだと昔からあるんだというようなまあすごいあのざっくりした表現でいうとそんな感じなんですね。なので、えー、極めて前向きで経済活動をやろうとで、えー、お金はまあ余っている物は減っているという中でで、えー、まあ人件費が上がり でコストプッシュ型のインフレが来てい物も,も,もないので値段も上がるとそこに加えて、えー、CO2 の削減とかそういった方向に、えー、世界がかじを切りすぎたり OPEC が減産とかをしたので油のですねなので原油価格が高騰しエネルギー価格がもうすごい上がっちゃって、えー、いると。でかつ、えー、市中にですねこう個,人、えー、個人のその 物を買うお金があるというだけじゃなくてとにかくこう、えー、市場全体にお金が有り余っている第二次世界大戦からコロナが始まるまでに刷られたのと同じ額のお札が金お金がコロナが始まってから刷られたとも言われておりましてお金は余っている物は少ない人件費は上がるエネルギー価格は高いしかも気持ちが前向きということで。 もうインフレも,もう来てるんですねあもう明らかに来ていると。で,もでこれにああアメリカだけじゃないですね経済の戻り方についてはヨーロッパもすごい強い、えーまあ、見込みを持ってますしで、えーまあ、世界的にそんな傾向で,で問題は日本にもインフレは来るのかということですね。 でここはやっぱりこうおそらく最後に来る国なんだと思うんですね。一番デフレプレッシャーの多い国。それはこう、うん、デフレはいいことだとか、も、え、のー、の値段が安いのはいいとかですね。あといろいろなコストの上増、えー、上昇を企業努力でこう、えー、物やサービスの、えーね、値上げにつなげないことがこう企業の まあ美徳というか責任であるというような、えーえーまあ、傾向も日本は強いですし、えー、で人口も減っているので、まあ、デフレ圧力が強いんですねだからインフレなが起きにくい国が日本。でそのような日本ですらやはりですねあのアメリカの経済アメリカの金利が上がっていることを背景に まあドルが強くて円が安くなっている円安が進行しているそれからまあエネルギーの値段が高いあと岸田新首相がですね一人一人の給料を上げるべしとで、えーまあ、今後まだ具体的なですね政策実施されるものはあのまだ分かりませんけれどもさあの最終的な具体的なものはその一人一人の給料が上がるように 企業にインセンティブを与えるとか働きかけるっていうことを考えているんですね。だから給料は上がり気味でお金はまあやはり世界と同様にジャボジャボに余っているこのコロナ禍であのバンバンにお金をすりましたので、でという中でだんだんさいまあ日本は本当アメリカなんかと比べると本当にコロナの数なんてこう桁が二つぐらい違って。えー 日本全体で感染者が1日あたり今300人とか400人ですかねで東京で20人台で東京圏全体での1日の感染者数が100人とか、まあ、人口多分34,000万人いるところでそのデー東京都における重症入院患者数がやはり20人台とかですねもう ほとんんど終わっっちゃってんですね世界的な水準で見るともうコロナはもう完全にもう過去のものという状況でまだでもそれでもあれですよねあの街はまあ場所によりますけれどもまだやっぱりこうちょっと空いている、えー、飲食とか空いている状況だけれども、まあ、これがやっぱりさすがにこう戻ってくるだろうと思われてお金がある人件費は日本でもついに上がるかもしれないエネルギー価格高い でやはり経済活動も一気に戻ろうとしているで円安であるとなので日本でもやっぱりインフレは日本ですらあ,のある程度来るんじゃないのかなとインフレというほど強くないかもしれません日本の場合はすごいインフレを嫌う国民性があるので、まあ、それでもなお、えー、ある程度の、えー、もうインフレは来るんじゃないのかなともう,もうそこまで来ているというふうに思います。 で実際にですねあの、まあ、皆様投資家の方々から見るとアメリカの株はまあ史上最高値ですねそれからにに、えーえっと、仮想通貨ビットコインとかも、まあ、ほぼ史上最高値、まあ、そういったことが起きてるわけですね。でドル円もこの 今年になって10円ぐらい安くなってるわけですね。で、これこれこの中でですね。このような中で日本だけこう。インフレっぽくならないっていうのはちょっちょっと信じ。あの難しいと思いますので。私はインフレはもう来ると思います。まあ、穏やかであるけど来ると思います。なのでそういう中で。やはり。えー 預金だけにしとくのとしっかりインフレ型の資産を持つのでは全然その結果が変わってきますのでこういった中ではある程度やはりこう普段よりも株式であるとか、まあ、仮想通貨もある程度はいいかもしれませんなんかこうインフレに強そうなんです、ね、ものにお金を移しておくことがある程度移すことが大切じゃないかというように思います。 次にですねあの皆様から話してほしいというご要望が多かったのが中国の恒大,大集団問題についてあの不動産の大手ですね。でこれはですねあのこの恒大集団の株はもう取引停止になってるんですね。ま、ずだらだらだらと株が下がったところでも取引停止になっていて。 で一方でこう世界の株価は、えーまあ、上がり続けているとでそれから、えー、共産党というか中国の,あの政府もですねこの恒大集団問題というかこの不動産問題はあのちゃんとコントロールすると国としてということをはっきり宣言してるんですねだから、まあ、これはもうあの管理されると思います。 当然おそらく習近平さんのことだからこの恒大集団の上の方の人間を何人かあの首にするとか場合によってはそういう何人かとかあるいは関係する人たちを逮捕するとか何かやるかもしれません見せしめみたいなことを。そういうふうに えー、その見せしめのようなことはするが恒大集団問題をあの破裂させてしまうと、えー、これ何が起きるかというと、えー、国中に大勢の人が不動産投資してますからあのやられちゃうんですね。そのの不満が政府に向かうあと共産党の共産産党党員も 特にこうお金のある上の方の人ほどですね不動産投資をそらくしているでこの人たちもやられてしまうであれだけ大きい国なので習近平さんがデンとしていればみんな「ははっ」っていうことを聞くわけではなくてその共産党のその官僚たちも習近平さんに不満を持つとまあ言うこと聞かなくなっちゃうわけですね。 寝転ぶっていう表現なんかもありますけれども言うこと聞かなくなっちゃったりするとで,でそれやっぱり習近平は怖いみんなが言うこと聞いてくれているからいいのでありその国民も官僚も習近平のことをこう恨んであの言うこと聞かなくなっちゃったりするともう国がもう持たなくなっちゃうんですねあの習近平体制が持たなくなっちゃう。 そういうことを起こさないためにはここの問題を破裂させないことただ、えー、不満の行き先として何人かこう見せしめに捕まえたり何かしらすると、まあ、そういう落としどころなんじゃないかと思いますので結果から言うと恒大集団問題は市場を乱すようなことにはならないんじゃないか というように世界の人が見ているので、えー、この問題が出た後もですね、株価は、えー、上がっていると、というふうに考えるべきかなというふうに思います。えー、次にですね <laughs>、えー、話してほしいというご要望が多かったのが、新総裁岸田文雄氏就任についてということなんですけれども。 まあ難しいですねもう選挙戦全てはもう選挙ですね岸田さんにすると、まあ、衆議院選、まあ、あの負けないことがとにかく大切、まあ、何をもって勝つっていうかは、まあ、いろいろな定義があるので、えー、ですけども、まあ、負けたというふうにならないことが、まあ、とにかく大切で本当はそれでこうしばらく選挙はなかったらいいんですけれども まあ来年参議院選があるんですねこれはちょっとややこしいがとにかく衆院選しっかり勝つことが何よりも大切なんだと思うんですね。まあ、なので、えーまあ、今はもうなんかあれですよねこう総裁選やってる時の4人の議論の方があの差があって4人で。この岸田さん河野さんん河野 高市さん野田さんであの4人の方が人それぞれ言うことが違っていて今はですねまあ足の引っ張り合いというかそういうことは行われているけれどもでも政策の論点ということではあんま変わらない。 だ、みんなこう負けたくないので、リスク取らないんですね、まあ、そんな感じだと思いますが、とにかく衆院選が終わらないと、もう評価のしようがないと。衆院選が終わった後にまに、参院選があるので、もしかしたら参院選まではえ安全運転するかもしれませんけれども、まあ、とりあえず衆院選が終われば、岸田内閣というものの性格がもう少し見えてくるんじゃないのかなと思います。で例えばどうやって本当に 一一人一人のの給料を上げるのかその具体的な施策例えばエネルギーの価格の問題もあるし CO2 削減の問題もあるのでどういうふうに原発を再稼働していくのかおそらく選挙があれば原発はこの冬に向けてまあ間に合うかどうか分かりませんけれどもとにかくエネルギー不足エネルギー高い大変ですから。 CO2 削減のテーマもあるのでとにかく原発をいっぱいこうあの再稼働させることは大きなテーマだと思うんですけどそれを衆院選が終わったらどのくらい早くどのくらい多くやるのかあとコロナの関係この経済を復活させるためにはこのコ対コロナの、えー、行動制限とかを、まあ、どれだけ撤廃できるかは。まあ おそらく考え私なんか思うのはおそらく考えているのは経口、えー、薬飲み薬を早く日本に導入することにより、えー、新型コロナを2、えー、類感染症から5類感染症に変えてしまうとその今のような特別な感染症ではなくて季節性のインフルエンザと同じにすると、まあ、今の数字だったら、まあ、インフルエンザよりも全然少ないわけですよね。で蛍光薬 さえ止めるよううううにになったら一気にそういうふうにで今やはり亡くなられる方家で亡くなられる方もいたりしてあのいろいろ野党が行ったりもしてますけれども二類なのでもうとにかくもう大変で保健所が全部こう仕切らなければいけないし、えー、病院側も、えー、特殊な二類感染症のある特殊な施設が必要だとかもう大変なわけですね。でこれれ五類普通のインンフルエンザと同じようになれば もう普通に病院に行けるようになり普通にもあの治療方法はほぼもう確立してますから、えー、病院に簡単に来れるようにすれば簡単に、まあ、ステロイドをバーンとか打ったりしてちゃんと治療して、まあ、ほよほどの気温症がない限りもうあの重症化はしないということがほぼ分かってますので、えー、ただ今は、まあ、世論の問題で今選挙前に五、えー、類に変えます。 あの経済完全に再稼働ですっていうのはリスクがあるんだと思うんですねだからできないでも衆院選が終わればやるんじゃないかまあどんなに遅くても来春にやると思うんですけど、えーまあ、でも衆院選が終わって経口薬とかがあの入ってくるとそういうこともできる、まあ、そうすると原発稼働を、えー、経済再活動給料を上げる あとはまあ安保安保って経済安保も大,大切ですけれども中国の問題があるので防衛予算どうするのか,かですね、まあ、そこら辺がバーッとしやっぱり衆院選が終わると見えてくるんだと思うんですよね。でそれを見るまではよく分からないけれどもおそらくそういう方向防衛費も上げて、えー、コロナでの行動制限はほぼなくしていき 原発は稼働し、あと目玉である給料が本当に上がる政策を何か打つと、まあそんなことをやっていくのかな。でそこまでやるとさすがにこうインパクトがあり、えー、岸田内閣というものの性格もわかるし、おそらくそうするとマーケットにもプラスだと思いますけれども、まあそういったことがだんだん見えてくるかなとは思います。あとですね、この岸田さんのことについてと同じほぼ同じだけのこうあの。 ご要望があったのがニューヨーク出張期ということなんですけれど私はあの7月と9月に2回ニューヨークに1週間ほど出張をしましたで帰ってくると2週間あの自己検疫しなきゃいけないので大変だったんですけど行ってまいりました実は11月の終わりにも今度またまた出張がニューヨークにありさすがに1週間行って戻ってて今度まあ10日に減りましたけど 1>, 1週間行って、まあ、2週間とか自宅検疫検疫っていうのは大変なので今度は2週間出張行こうと思ってるんですがあとこれもあの衆院選が終わったら先ほどの話の中身と一緒であのアメリカから帰ってきた場合の自己検疫期間っていうのはも,もっと短くな,ろうな,なったらいいなと思ってますけれども、まあ、いずれにしろこうニューヨーク7月と9月2回行ったんですけど1週間ずつ、まあ、とにかく元気。 とにかく元気で、えー、JFK ジョン・ F ・ケネディ空港について何の行動制限もないんですねあのワクチン打ったかどうかも聞かれないし、えーまあ、羽田で乗るときに PCR で陰性の証明が必要なんですけど、えー、アメリカ側ではですねもう何にもしないで行動制限なし。 で公共の交通機関に乗る時だけ、えー、マスクしてくださいっていうだけでまあ人普通に動いていて、まあ、レストランとかでも、まあ、よくあるアメリカの雰囲気でもう音楽が大きく流れていて、まあ、そんな中だからあみんな怒鳴るように大きい声で話してビール飲んでワイン飲んでディナーしていて周りが大きい声で話すからなおさらこっちも。 みんなも大きい声で話すという感じで、で握手してハグして、なんてことをですね、やってるんですね。で、それだけすればさすがに、えー、陽性者は出て、で亡くなられる方もいるんですけど、もう、まあ、イメージ的にはもうそんなにいいと、それはそれでまあそういうのってむ昔からあるじゃないかとこう風邪をこじらせて、まあ重症すかする人もと。 というようよななノリなんですねニューヨークはもう完全に前向きなんですねまあいいか悪いかちょっと追いとくとしてまあそういう状況なのでえもうまあそんな感じですね DX 日本もいろいろ行ってますけどデジタル庁とか行ってアメリカって案外実はデジタルが遅れていた国なんですけどえやっぱりこのコロナ禍の中でスーパーとかの DX 化は めちゃくちゃゃく進んだんですねあっという間にだから、まあ、そんな感じでもう元気いいっぱいな感じです、ねまあ多分これから冬にかけてインフルエンザとか出てきてももう何かも関係ないんでしょうねあの国では。こう多分今年これから先のニューヨークはもう2年前と同じ光景になるんじゃないのかなと。 いうふうに思います。さてそれではですねあの半分ほどこの、えー、とテーマテーマコーナーが終わりましたのでこのあと、えー、ご質問にお答えしていきたいというふうに、えー、思います、えー。全部はお答えできるかどうかわかりませんが、えー、できる限りとお答えしたいというふうに思います。えー ルパン様、今年末来年2022年以降、またコロナ後の世界と日本の市場、金融政策、投資環境との見通し留意点等、大きいテーマですね。まあ先ほど申し上げたように基本は、えー、インフレ基調、エネルギー価格、まあエネルギーはいずれ石炭とかもう一回掘り掘り直すとか。 まあ、オペックの減産合意ちょっとへあの緩めるとか、まあ、エネルギー価格はいずれちょっと落ち着いてくるとは思いますけれどもやっぱりこれだけお金吸っちゃったし等、えー、の中でやっぱりインフレインフレインフレ傾向が強いと。 まあ、アメリカは今テーパリングを開始しましたけれども、まあ、お金を増やす速度を減らあの遅らせるというだけであってお金が市中にあるお金を減らしていこうということではないからやっぱりですね、まあ、全般に、えー、インフレ気味でコロナの問題を克服したこう精神的心理的なこう高揚感とかも含めて。 経済も前向きになりがちというのが大体日本もアメリカも全体の市場社会環境だと思いますのでそんな中で自らの資産をどのように目減りさせないかということがやっぱり重要なテーマかなというふうに思います。「ちも様個人向けユニコーンファンドの将来性を教えてください」と。 これですね今私ども取り扱いを始めましたけれども、えーまあ、いわゆる上場する時には時価総額が10億ドル以上、まあ、日本円で1000にわた1,140億円になりますけれども1,000億円以上になるような大きいあのメガサイズのスタートアップですね。でそれに対してこう投資ができるような あのファンドをです、ね、当社でも取り扱いを始めましたなのですごいこう夢があるあのいわゆるこうユニコーン企業あのバカでかい時価総額で上場しそうなえ非常上企業に投資するファンドなのであの投資妙味はあると思いますがえっと その非常上未上場株に投資していくので、まあ、ロックアップ期間が長いんですねこう投資をしてから、えー、実際にこうそのお金を換金できるのが5年後とかそんな形になっちゃうんですねあのものによるとは思いますけれどもなので、えー、当然そのリスクが高いお金がこうロックされちゃう。 期間が長いのでだからすごいこう、えー、夢もあるがリスクも高い。ということで、えー、ご自身の、あのー、そういう,こう,そう,いうハ,ハイリスクハイリターンハイリスクあのハイドリームみたいな感じだと思うんですけど、まあ、そういうことをよくご理解の上ですね、あのー 投資対象として考えていただければというふうに思います。えー、同じくこれ下方修正様から先日より取り扱いを開始した非常上パートナーズの死亡ファンドの購入を検討していますとそもそも P の世界が分からないので分かりやすく教えてください。ということなんですけどもこれも今あのお話しした 通りですねもうすでにあの1本目については完売募集終了日を待たずに完売したということなんですけれどもあのえっとですねやっぱりこう、えー、先ほど申し上げたようにロックアップ期間もありますのでリスクもあるが夢もあるということをよく、えー、ご理解の上投資いただければというふうに思います。あの将来有望な 大型超大型の上場をしそうな非上の企業にに投資すするファンドになりますこれは非常場パートナーズさんがしっかりと選定審査した投資対象になるんですけれどもあの当社側でもですねネックス証券のプロダクト部でもその扱うものについてはしっかりと審査というか確認をした上で これだったら当社のお客様にご案内できるというものをご案内していますけれども今後もそのようにしておきしてまいります経馬様日本で海底資源の開発がなかなか進みませんが開発が進めば日本にどのようなメリットがあるか解説をお願いします日本って小さい国ですけど陸地は、えー、日本のその経済 イーズイとかです、ね、あの独占経済圏でしたっけとかですねこう,う,う海に囲まれた国なので、えー、あの陸地自体は小さいんですけれどもう海に含めた領地っていうのはすごい大きいんですね日本は。でもう本当にもうバカでかいですよね。例えば あの内陸の国だと思うそこだけが自分の国なわけですねハンガリーとかそうなりますよねところが、えー、日本はもう周りがもう、まあ、領地なんですある意味ででこの海底にもうそのメレアメタルアースから、えーまあ、レアメタルから あるいはあのメタンガスだとか、えー、もういろんな資源がまあ石油だってあるかもしれませんその、えー、レアメタルガス原油あらゆるものがこう海底にまだまだあるんですねでそれ巨大なあのとこ持ってると日本は。なのでこのでこ 海底開発というものが技術が進んだりすると日本はいきなり世界でも有数の資源国になるんですねだからこの辺りですねこう今後の我が国のこう技術革新とかあるいは政策とかですねあの注目していきたいなというふうに思います。えー、島人様、えー マネックスカードでの投信買い付けサービスはいつから始まりますかこの冬の開始を予定していますのでご期待くださいということなんですけれども冬といってもですね今年中の冬じゃなくて、まあ、来年に入った今年度中の冬ぐらいのようなんですけれども今開発をしておるところですのでもう少々お待ちください。 ハセ様ドル円はニュースがない中でもう1時間に30銭ぐらいは行って行ういのう動きをしますが30銭ぐらいの動きに意味はないと考えてもよいでしょうかうんまあご質問の意図があ完全にはあの分かりかねるのですけれどもまあ30銭 ぐらいはですね。まあ、でも三十銭動くっていうのは、しばらくあのドル円。あの。一週間三十銭の範囲みたいな。感じの時もあったので。まあ、今ですね。一時間に三十銭動くっていうのは。まあ、ボラティリティ出てきたわけですよね。だから。あの。トレンドとしては意味がないと思いますけれども。まあ、トレーディングの対象としては。 あの30銭の動きがあれば為替の場合には十分トレーディングはできるのであの、まあ、どういうふうに見るかなというふうには思います。えっと、お名前をいた頂いていないのですけれども松本さんおすすめのインフレ対処法ということですけれども、まあ、やっぱり現預金を減らさないといけないいいとけですよねあの株なのか不動産なのか仮想通貨なのか。 えーまあ、一部では、まあ他にもですねエネルギーとかアートとかいろいろありえますけれどもとにかくあの債権とか預金現金はあのインフレの時に目減りを起こしますから経済的価値でそうでないものに、まあ、どれだけあのお金をちょっと移すかということだというふうに思います。えー まあ、といっても、えっと、特定の株とか特定の株式市場とかに、えー、この偏らせすぎるとリスクがありますのでやっぱり分散するべきなのでアメリカ株と日本株それぞれの、えー、も単独銘柄ではなくて投資信託だとか ETF だとかであとは、えーまあ、不動産。 も持ってみるとか、まあちょっとある程度分散してインフレ資産を持つことじゃないかというふうに思います。えー、マルーン様、本の出版おめでとうございます。あ、これはあれですね、あの米株の本ですかね。あのー、あのー、まあ昔あのー、我が社が米株に力を入れた始めたのってもう十年近く前ですけれども。 まあ、その時一度このもうべ米株の本を出しまして。まあ、それはあの内容、こう。あのアップデートして、もう一回出したんですけれども。あの、よろしかったら、ぜひお読みください。で、日本の技術が衰退していっているような気がします。世界で日本が優位な技術は何だと思いますか。自動車エンジンは有利だと思いますが。精密や科学でも抜かれているような気がするのですが、ということですけれども。 えーっとですね、例えば肝細胞技術あの iPS とかあの,の,の,の関係しますけれども幹細胞医療とかはは日本は世界一ですね半導体も、まあ、なんかすごい遅れちゃったように言われてますけれどもでも半導体もすごい高性能半導体を作る特許の半分ぐらいは実は日本にあったりとか、まあ、あるいはですね、えーまあ、あ安保。 あの経済安保じゃなくて本当の安保の方ですけれどもでやっぱりロケットってすごい重要なあのものになりますけれどもロケットの制御技術とかも実は日本世界一だったりとか、えー、そうですねまあ航空機エンジンとかでも部分的には日本は世界一のものを供給していたりとか。 いんかですねこう日本のメディアとかのいろんなところが日本は駄目になったっていうのが多いんですけど、まあ、いろんな素材系の技術とかでも日本はまだまだ世界一のものいくらでもあるんですね。だからもっとそういうのをしっかりとこう、えー、見ていく。 僕はな、まあ、自動車エンジンはなんか、ちょっときついですよね。こう。ゲームを変えられてしまったので、あの。えっと、ガソリンエンジンはちょっと厳しい。ゲームチェンジで。ガソリン使うのやめようよってなっていっちゃってますので。ちょっと厳しいんですけれども。あの、いいものは、い、いっぱいあると思います。まあ、そういうのはあれですよね。当社も、もしかすると。お客様の。 株式投資の興味をこう耕すというか活性化するには各銘柄というか各企業の話だけではなくてどういう技術が日本は世界の中でいいのかとかそういうそういうなんかリサーチみたいなの面白いかもしれないですね。はいちょ、はい あの、ちょっとちょっと検討させますのでで、そういうのが分かるとですね。もっとこう株式投資するときにもあのなんかこう興味が湧くというか面白いかと思うので、ちょっと検討させたいと思います。ルパン、えー、ルパンルパン3様。日本と世界の市場株式為替、暗号、資産金等をどう見ているか、インフレに強い。資産はインフレの対応方法はインフレ。対応方法は先ほど申し上げたとおりですね。 インフレに強い資産は、まあ、株暗号資産でしょうか次に金為替はあんまり関係ないということですかねでもやっぱり、えー、インフレが起きやすい国の為替の方が金利が高くなって為替は強くなりがちですからやっぱ円は安くなるドルが高くなるという感じだと思います。えー、藤子様 直近マネクリ記事100本の執筆者は会社35%男性60%女性5%でした御社の女性活動活躍度が外部から見て低いと思われますがいかがですか今後改善予定はなるほどはいあのしかと 受けてまいりましたまりし会社自体はですねあのご存じのようにマネック証券の社長も生命有効、えー、女性ですけれどもであったり会社の中女性すごい活躍しているんですけれどもまあ例えばマネックリの記事の執筆者というカテゴリーで見ると女性が少ないという確かにそれはあんまりもっと女性が多い方がいいようにも思いますのでこれもちょっと 申し送りしてあのまあただですね最終的には我々はこうお客様にとって有益な、えー、記事を届けるのが仕事ですから、えー、男女比先にありきということはないと思うんですけれどもあのでもしっかり良い女性の執筆者を探していきたいというふうに思います。 たくさんは日本株を買います場合は総選挙の結果を見てからの方が良いでしょうかさて歴史的に見るとですねあの衆院選期間中っていうのは株価上がるんですね日本の場合、まあ、ほぼ例外なくなので、えー、まあしっかりと腰を入れた投資と というのは総選挙後,か後なのか総選挙後というよりも総選挙が終わった後の岸田政権が出してくる、えー、施策を見てからということになるんだと思うんですけれどもタイミング的にはインフレ傾向はもう明らかであるし、えー、歴史的に日本では総選挙期間中は株価は上がる傾向が、まあ、もうほぼ,ほぼ例外がないので。 そういうふうに考えると、政策を見てからだと思いますけれども、タイミングとしては今もう動いてもいいのではないのかなというふうに思います。ひらひらさ、ま、日本経済が良くなるには、いかにして老人が蓄えている貯金を投資市場に吐き出せるかだと考えています。数年間でいいので、えー、子供孫に対しての生前贈与に対して非課税にしたらどうでしょうか。 アリですすよねねねそういういいの、ね、アリだと思います、ね、相続税って実はですねあのそれ高いじゃないですかで世界中で相続税が本当に実質的にあるのって日本だけなんですね他の国にも相続税ありますけれども工場額が大きかったりしてほとんどないに等しいんですけど金額でベースでは。で 本当にちゃんと相続税がある国って日本ぐらいなんですねところがその日本でも相続税税収って年間せいぜい1兆円なんですね。で我が国の国家予算で100兆円ぐらい。まあ、税収60兆とか80兆とかですけどだから相続税収って実は少ないんですよね。なので。 あのおっしゃるとおりで相続税なくす、えっとただ単になくしてもいけないんですね生前贈与するなら,ら相続税そこにはかけないよとかですねそういうの本当ありだと思うんですよね本当におおっしゃるとりだと思いますどうせ大した税収取れてないので相続税ってみんないろいろな形で隠しちゃったりするからだったら相続税取らないから生前贈与してっていうんで。 お金を使う世代にお金を移したのが私本当いいと思いますねこれちょっと私ももっとどんどん発信していきたいというふうに思いますランドスケープ様アートインズオフィス2021の受賞者決定オンライントークを拝見した際松本さんがとても楽しそうにアートのお話をされている様子を拝見してこちらの番組までたどり着きました こちらの番組まで、はい、そこで質問ですが十数年にわたるプロジェクトを継続し続けた松本さんのモチベーションは何なのかまた継続することで出てきた会社や社員の皆様の変化などありましたらお伺いしたいこれアート・イン・ザ・オフィスっていうのはこう当社の,あのプレスルームっていう取材なんかを受ける部屋まあ今ちょうどこれ背景これ古いですねこれちなみに。 これあの今も新しくなってるんですけど次のアートになってるのでちょっとこれ変えさせたいと思いますけれどもあのこれちょっと1個前の作品なんですけれどもこういうふうにあのオフィスの中にアートがあるでオフィスにアーティストが来て社員といろいろこうワークショップとかしながらい、まあ、アートを作っていったりするんですけれども、えー、もう13年ぐらいやってきたんですかね。 モチベーショもともと私アートが好きで <laughs> アートってやっぱりすごいこう変ですよ、ね、あのアートってまあ小学校とか中学高校の頃を思い出してみてもアートやってるやつって、まあ、同級生にいたりするとまあ変なやつ。 とかだったりすするんですねだからアートとかアーティストってやっぱりこうダイバーシティ一つのダイバーシティの、あのー、象徴的な存在のような気もしてでそういうアートが社内にあるそういうアーティストが会社に来て社員とワークショップとかしてなんか一緒に作品作ったりする。 っていうのがなんかやっぱりこうダイバーシティっていうものをこう普通にこう感じていくえまあいいきっかけなんじゃないかなというふうには思いますね。続けてきたモチベーションっていうのはそういうちょっと難しいことよりもアートあっていいじゃないかこれ実はあのえ安くてっていうと怒られちゃうんですけれども。 よくある大企業とかで高いアートを買って並べているとかではなくてコンテストを開くんですねコンテストを開いて最近は100名以上の方から応募がありその企画書を見て審査私も入って56人で審査をして多数決で1人の方を決めると。でその方に会社来てもらって。 でえー、社員とワークショップいろいろ触れ合ったりしてで作品に結びつけていくと。でアートのアーティストの方に賞金をちょっとだけ出し,ちょっと出してあと制作補助費も出してで、えーまあ、コロナであんまりしっかりできていませんけれどもこの2年間できてませんけれどもレセプションをお披露目の会を会社で開くと。ケータリングで あの食べ物とかお酒とか出してで1年間こう展示してで元に戻して1年後にこう外して現状回復してまた次のそのまあ並行してやるわけですけどこうコンテストして次のアーティストが来てと。でこのそういうコンテストを開くコストから賞金から制作補助費からレセプション代から。 現状回復まで全部込み込みでももともと全部込み込みで200万ちょっとで始めたんですけど今でも400万円台ぐらいでやっていましてだから大してかからないんですねそういう社員研修であるとこう刺激を与えるとかダイバーシティ理解するとかなんか刺激を与えるとかということを考えるとあのまあ 社員研修費と,して費として考えるとかなり安くてしかもそういう,こう社員研修費としてこう会計上処理できるようにあの認めてくれていまして会計,会計監査法人がでそうすると続けられるんですねこう高い買い物をするのではないないので続けられてで、えー、やってきましたで続けると何が良かったかというと 最初始めた時はまた何か社長変なこと始めたなみたいな感じだったんですけれども毎回毎回違うタイプの作品とかアーティストが選ばれるのでだんだんですねあ今年の作品は何か私すごい気に気に入る何か惹かれるとかですねあるいはあのあ今年のアーティストは何か気に入ったとか言ってまあ数年前になんか 合コンがいっぱい行われてきたって私の知らないうちにアーティストの人と社員が合コンしていたとかあるんですけども、あのまあなんかですねこう毎年全く違うタイプの人が来るのであこれは気に入った今回のは気に入ったみたいなのがこうポツポツ出てくるんですね。そうすると塗り絵をだんだん塗っていくみたいで10年以上やってるとまあ社員の半分ぐらい半分以上の人が 少なくとも一回はすごい気に入ったみたいな感じで、で段々こう市民権を得て、でそれがまたこうあ自分は気に入ったけど人気に入らないんだとかですね。あ自分気に入らないけどあの人気に入ってるんだとかそういうのがまたこうやっぱダイバーシティーってものを理解していくとかですね。刺激にもなると、そんな感じでやってきております。株様期待値が高くなるチャートの形やテ,テクニカル分析はあると思いますか。 テクニカル分析っていうのはとにかくですねえっとまあ私はですねわ、まあ、私必ずしもチャーチストではないんですけど私はテクニカル分析っていうのは演繹的なものではなくて機能法的なものだというふうに思っていてこういうチャートだからこうなるんだっていうのではなくてこういうチャートってことはいうこと マーケットの参加者はどういうふうに考えてきたんだろうとこの株に関してという機能法的にですねなんか読み解くのに、えー、有,有用なものだというふうに思っておりましてあとはやっぱりこう今どのテクニカル分析が流行っているかっていうのを知ることはすごい大切。 人が見ているものを見るのがやっぱりこういいんですねというふうに思いますえトマトジェリー様 Facebook の元従業員のこ議会証言がこの前ニュースになっていましたが SNS 規制はどのようになっていくと思われますかまあどうなんでしょうね私なんかはもう SNS なんてですね。もうあの SS、ー、ああちょっと待って下さい SNS なんてもうなんかデマとかまあいろんなことに溢れているし自分がそれに関わってもそのデータが何かに使われるとかそういうのすべてあの織り込んだ上でこうあの振る あの生活していくしかないというふうに思っていまして私は個人的にはですね <laughs> SNS 規制という名の下でいろいろと国家権力が言論の場所に入ってくるよりは SNS ってもう罠もあればいろんなことあるよね。あと ひどいこともあるからあんまり見ちゃうと傷ついちゃうからもうスルーするとかですねそういうふうにこう規制するよりも付き合い方をそれぞれ個人が身につけた方がいいんじゃないのかなというふうには私は思います。えーはい次 K、様 <laughs> オンンラインセミナーの講師をもっと増やししてほしいそうですねあの ニーズを踏まえて検討しますはいあの時間枠が枠が限られているのでなかなか簡単ではないんですがあのよくあの皆様のご要望を図りながら対応をしていきたいと思います。えーえっとですね「ひでさま」。 松本大輝とここだけトトーーーク番外編トレーディングセミナー2021年2月が私にとって非常にインパクトが大きかったセミナーなのですが第2弾の実施をご検討されておりますでしょうんぬんということですけれどもえー、ニーズが高いことは認識しており不定期ながら不定期ながらもやっていきたいというふうに担当が担当が言ってるって結局私がしゃべるんですけれどもあのええー はい私もトレーディングも大好きなので最近だとだけどあれですねトレーディングも好きですけどあのマネックス・アクティビスト・ファンドの運用にどっぷり関わっているのでやっぱりこう,そうストックピックだとかあのエンゲージメントの仕方とかですねそういうこともちょっといろいろお話できたら面白いなとは思います。えー シーラ様あまりインフレインンフフレレと騒ががない方がいいい方と思います騒ぐとそのような状況を招く可能性が高まると思いますということなんですけれども、まあ、おっしゃる通りかもしれませんおっしゃる通りかもしれませんがでも日本の場合はある程度もうちょっとインフレ感インフレまあ、まあデフレ感を払拭しきった方がいいと思うのでちょっとだけインフレになってもいいかなと私個人的には思っております。 三原山内様、マネックスポイントやマネックスグッズ等に交換できる商品を充実させてほしいです。はい、あのこれはですね、お客様全体の声を聞くと書籍なんかの方のニーズが高いようなんですけれども、あの声お客様の声を確認しながら対応していきたいと思います。えー、マネックス株価の仮想通貨との長期的連動性。 この数日ビットコインが上がるにつれてマネックスグループの株も随分上がっているんですけれどもあの、まあ、期待感なんですかね業績的には別にビットコインとかを持っているわけではないのでとマネックスグループもコインチェックもだからビットコインが上がったらなんか儲かるわけではないんですが。 まあイメージとしてビットコインが上がるような時の方が仮想通貨ビジネスも活発になり結果としてコインチェックも儲かりネックスグループの業績もよくなるだろうとかそういう連想が働いているのだとは思いますけれどもちょっとこう最後のご質問あ最後でもないですいくつかあれですけどこれがお答えできる最後の時間的に最後になりますけれども。 日本株株米国株の資金この辺りで投資に振り向けた方が短期的に賢明でしょうかあうちょっとですねご質問の意図が完全には把握しかね,しかねるのですけれども基本はインフレ的傾向が強いと思われますのであの株式投資は今は 前向きに捉えられていいんじゃないのかなと思います。あのマーケットが下がってくるときは分かりわかりませんいつ,いつかは。でもマーケットが下がり始めたらこう売ればいいのであって、今は乗っかっててもいいんじゃないのかなというふうに思っております。はい、さて、えー、大体のご質問にはお答えできたと思います。またあのご興味のあるテーマも、えー、概ね最初にお話できたかと思います。 これからもです、ね、皆様のご要望にお答えするようにしまたご質問やご興味のあるテーマにお答えしてまいりたいと思いますので引き続きよろしくお願いいたします。本日はどううもありがとうございました